滝川市は北海道中部に位置し、空地総合振興局に属する市、また、中空地地域の中心都市である。中空地地域の中心都市として発展している。しかし、郊外のロードサイド店が相次いで作られたため、中心市街地の衰退が進んでおり娯楽施設はあまりない。また、NHK 庁の連続テレビ小説、ちょ、ちゃんの舞台として、 有名になった。近年では、石狩川河川敷に、グライダー飛行場を建設し、グライダーによる町おこしが行われている。地名の由来は、空地川の語源である、アイヌ語のソーラプチペ、を意訳したことによる。滝川市は、石狩平野の北部に位置する。市の南西から北西にかけて、函館本線、市の南西から南東にかけて、根室本線が通り、 市の南西部にある滝川駅でその2つの路線が交差している。道路は市の南西から北西にかけて国道12号、市の南西から南東にかけて国道38号、市の南西を国道451号が通っている。また、道自動車道が市の南東から北東に通っている。東は赤平市、西は川戸郡新津川町と宇流郡宇流町。 南は、砂川市、北は、深川市と宇流も模生市長に接している。河川、編集主な川住宅団地、編集空地総合振興局市長、編集文章、編集式首相市議会、編集滝川市立病院本部警察署本部、消防署主な病院主な郵便局海外、編集国内、編集姉妹都市松尾神立館本店農業、 工業、商業がバランスよく発展している。農業ではリンゴ、玉ねぎ、合鴨、味付け、ジンギスカン、小麦、そばなどが名産。特に味付け、ジンギスカンは松尾ジンギスカンを代表として、同民に共通したソウルフードとしての地位を持つ。そのため、滝川市内の飲食店では、ジンギスカン丼を取り扱っている店が多い。また、春豊かを使用した。 ラーメン、うどん、パスタ、パンなどを利用し、地産地消に取り組む飲食店もある。蕎麦は全国産4位を競う生産量を誇る。全国有数の作付け面積を持つ名の花畑は、農産物としてだけでなく北海道の新たな観光名所として注目を浴びている。農協、編集中空地最大の都市であり、地元企業としては、サークル鉄鋼や、工術の 松尾ジンギス館は、滝川市に本社を置く。商業、編集商業面においては、周辺自治体の多くが、滝川市の証券に属していることから、マックスバリュー滝川店やケーズ電機滝川店、バイデン子土山田電機滝川店などの大型店舗の進出も多い。一方で、それらの大型店の多くが、出店地に郊外を選んだため、近年は、 中心市街地の空洞化が目立ち始めている。過去には声優、大英、ブルーハウスもあった。商業では、戦術のように多くの自治体が、滝川市の証券に属し、証券人口の6割以上を周辺自治体が占めている。滝川証券物流、編集北門信用金庫、本店銀行信用金庫信用組合労働金庫、新聞社、編集放送局、 編集テレビラジオ同私立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 滝、滝川駅滝川駅は、滝川を経由する臨時、季節、定期列車の特急がすべて停車する。路線バス、編集タクシー会社高速道路、編集国道、編集道道、編集道の駅、編集滝川市会期100年記念等、ローカルアイドルテレビドラマ映画漫画行政観光。ありがとうございます。